おい、そろそろ本気出そうや、ジャイアンツ。マジで阿部監督にもちょっと言いたいことあるぞ。今日はマジで2連敗してほんまに後ないというか、さすがに3連敗したらマジでやばいか、やばいし、ほんまにもう開き直って戦う、勝つことを一番に考えて戦うしかないから、もう若手の起用とかもうちょっとわかるけど、気持ちはちょっとほんまにちょっと勝ちに行こうや、マジで。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見てください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、まあ采配であったりとか、まあまあ今日の戦いかな、うん、3戦目の戦い方についてちょっとお話していきたいと思います。シーズンね、別に阿部監督がね、悪いとか、まあそんなこう、正直、まあちょっと思ったことはありましたけどね、前半戦はね、特に。まあ後半戦はまあまあまあ、まあ勝ってたっていうこともあったんで、別にそこまで、思わなかったんですけど、まあこの2戦、1戦目、2戦目、CS 見てましてね、ちょっと、若手にというか、うん、若手なのが大事なんよ。もちろんね、チャンスあげるの大事なんだけど、ほんまに勝ちに行こうや、マジで、うん、っていうところを強く感じたんで、今日は、じゃあなんで俺がそういう風に感じたのかっていうところと、じゃあ明日のスタメンね、どうしてったらいいのっていうところを、まあね、話していきたいと思います。はい、まずなんで、そういう風に思ったかというと、昨日ね、試合解説でちょっと言えなかったんですけど、秋広選手の場面ね、秋広選手出てきたでしょ、代打で。確か7回裏の2アウトに、2アウトで、誠司さんがフォアボール選んだでしょ。で、まあ、ランナー1塁だけども、まあ、ここで代打送るっていうのは、まあ、当然じゃないですか。まあ、菅野さんだし、っていうところ。まあ終盤だし、まあランナー一塁いるけども、まあそのね、代打陣を使っていくっていうのはまあ当然じゃないですか。で、そこで、まあ右ピッチャーだったんで、まあ代打、秋広選手ね、使ってった。まあこれはわかるんですよ。だけども、まあ秋広選手代打にしたら、まあ左ピッチャー来るよね、普通で言ったら。うん。で、左ピッチャー、来たじゃないですか。坂本投手か。来たじゃないですか。で、全く合ってない3球三振でしたよね。確か、チェンジアップ3球かな？うん、行かれて、まあ正直全く打てる雰囲気なかったと。で、まあ成績見てみたんですよ。対右とかね、対左の成績見てみたんですけど、今季の秋広選手の成績を見ると、やっぱり左ピッチャー打ててないんですね。うん、だから、もしそこで左ピッチャーが打ててるという、事実があるんだったら、そのまま、やってもいいかなっていうところはあるんですけど、やっぱり打ててないっていうね、今季受けて、そこの左ピッチャーに対して打ててないっていうのがあるんだったら、そこでもう左ピッチャー来るの分かってんだから、どう考えても。うん。だから、そこで、まあ、モンテスか、まあ、長野さんかね、まあ、そのあたりをカード切っていくっていう、采配をした方が良かったんちゃうかなっていうところは、マジであるんですね。うん、そもそも。うん。で、そもそも誠司さんにが塁に出たじゃないですか、フォアボール出たじゃないですか、まあ、昨日ね、非常にいいヒットも打ってましたし、フォアボールも取ってましたけど、もう菅野さんに代打を送るという風な判断になるんだったら、誠司さんにも代走を送らないといけないでしょ、普通で言ったら。うん、うん、だって変えるんだからね、菅野さんを変えるんだったら、まあキャッチャーも別に変えていいわけじゃないですか、変えていいというか、まあ変えてもいいじゃないですか。だから、一塁ランナーにね、まあ足の速いランナーを出しといたら、もしかしたら、まあ長打で帰ってくるっていう利点もあるし、ストレートが多くなるっていうところもあると思うんで、まあ得点がね、そうしたら奪えるかどうかって言われると、まあわからないけども、間違いなく言えるのは、得点をする確率は間違いなく上がるなっていうふうに僕は思うんで、そういう策を、第3戦目、今日ですよね、は絶対していかないといけないというか、
うん、もうそんな悠長に言ってられないというかね、2連敗してるんでね、もし今日負けてしまったとしたら3連敗してるわけなんで、そっから3連勝仕返さないといけないっていうのがあるんで、それはちょっとね、やっぱ厳しいっていうのがあるんで、やっぱり今日この3戦目ですよねっていうところは、本当にそういう生ぬるい采配してたらマジで負けるぞっていうふうに思うし、まあまあはっきり言って、まあ2連敗してね、まあ1勝2敗というジャイアンツところですけども、まあ、まあ実戦感覚からすごくまあちょっと離れたっていうのもあって、まあ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 2戦やったら戻るやろっていう感じはあるんでね、うん、まあその阿部監督の采配のこの感というか、まあその分かってたけどもあえてやらなかったのか、うん、そもそもそういう頭になってなかったのかっていうのはちょっと分からないけど、そこはね、うん、それは本当に昨日ね、ちょっと言い忘れたんですけど、改めてちょっと僕もね、悔しすぎて試合を振り返ってみたんですけど、やはりこう、点が取れないとき、まあジャイアンツって点取れなかったじゃないですか、あのシーズンでも負けてるときって、うん。だからそういうときって、本当はどういう風にね、するべきなんだろうっていう風なところを考えたときに、やはり得点する確率を少しでも上げるような采配をしていく、カードを切っていくっていうことだなって僕は思ったんで、だったら昨日のあの場面で、うん、秋広選手の、秋広、代打の代打も考えないといけないし、ファーストランナーの小林選手も、菅野さんに代打を切るんだったら、変えて、ちょっとでもこうね、相手を警戒させたりとか、ストレートを多くさせてね、バッターがね、待ち球を待ちやすくしたりとか、そういったことをしていくべきなんじゃないかなって昨日ね、改めて僕本当にもう一回考えてみたんですよ。うん、っていうふうに、マジで思ったんですね。で、もう一個あって、その、打順ね。うん、打順。やっぱこう、はっきり言って、昨日も言いましたけども、DeNA 打順めっちゃ固定してきてるじゃないですか。まあ、その、怪我人がいないとかっていうのもあるんだけども、やはり1戦目と2戦目って打順変わってないんですよ。ピッチャーだけなんですよ、変わってんのって。うん。で、まあ、確かに仕方ないとこある。吉川選手は抜けてるし、ちょっとね、すごく模索、実戦から離れたっていうのもあるし、ちょっと模索してる感はある。うん。ただそれは仕方ないと思うんだけど、でも僕、昨日かな、2日前の動画でも言いましたけども、やはり、いい打者とかも、打つ、だろうと。打つ確率が高い打者、調子がいいバッターであったりとか、まあ実績があるバッターであったりとか、もうちょっとでも打つ可能性が高いバッターをもう上位に持ってった方がいいんじゃないかなっていうのが僕の考えなんですね。まあそれ合ってる間違ってるはちょっと、まあ置いておきますけども、僕はそういう考えなんですよ。で、やはり僕が特に気になるのが、その3番打者ですよね。やはりこう、まあ吉川選手がいないというところで、まあそこを模索してるっていうのはわかるんですけど、まあ別に中山選手が悪いとか、一戦目ね、オコエ選手が3番に座って、オコエ選手が悪いとか、そういう風に言ってるわけではなくて、やはりちょっと、シーズンと違う打順になってるというかね、うん、っていうのは、やはりこう、チームとしても、そのリズムが乗ってこれないのかな。うん。その、抜擢されてるオコエ選手だったりとか、中山選手も、ちょっと気負ってるのかなっていうところはあるんで、僕あるのかなと思うんで、やはり、その打順を打ったことある人とか、うん、そういう人に任せていくのがベストなんちゃうかな、ベターなんじゃないかなって僕思うんですね。で、じゃあ誰やんのって、うん、誰が3番に座るのって話なんですけど、やっぱり僕は坂本選手を3番に置く方がいいんちゃうかなって思ってるんですね。うん、まあいろいろ賛否あると思いますよ。今調子があまり良くないとか、まあ、シーズンで全然打ってなかったとかね、いろいろあると思いますけども、まあそんな言ってられないんでね。うん。そんな言ってられない。うん。で、なんかこう、放置のプロ野球チャンネルとかで、なんかラッキーボーイ出てこいとか、なんか言ってますけど、なんかそんなん簡単に出てこないし、はい。はっきり言ってね。うん。だから難しいから、うん。で、昨日の2戦目なんか見てると、やっぱりこう、打線全体にこう、ちょっとこう、なんて言うんだろう。消極的な姿というか、うん、ちょっと受けてるっていう感じね。こう、向かっていけてないというか、初球から、例えばチャンスで振りに行けてないとか、そういうところが多々あったんで、まあ狙い球がね、外れてるとかそういったところもあると思うんだけど、でもそういったところがあったんで、だから、まあそういうラッキーボーイが出てくる雰囲気でもないなっていう感じはあるんですね。うん。ラッキーボーイとか、そういう打つやつが出てくるときって、大体こう、なんていうの、チームが乗ってるときとか、こう、なんていうんだろう、こう、いいリズムだけど、
なかなか得点が取れてない時とか、そういった時にパーンってこう、ね、ラッキーボーイ的なやつが出てきて、活躍するみたいなとこはあるんだけど、こういう今全体的にどんよりしてるというか、受け身になってて、ファーストストライクを振りに行けてないとか、そういった状況の時って、なかなかやっぱりこう、打開していくのって難しいと思うんですね。特に若い選手がそういう風にやるっていうのは。うん。まあ、たまにいるんだけど、そういうやつはいるんだけど、でも今、ジャイアンツの選手を見てると、特に若手でそういう風にね、感じる選手はあまりいないなって僕は思うんで、だったら僕も坂本選手を3番に置いて、超攻撃型、打つ確率が、ちょっとでも高くなるような打順を組んでった方がいいんじゃないかなと思うんですね。で、僕最後でこれ、打順発表させてもらいますけど、1番ライト丸、2番センターオコエ、3番サード坂本、で、4番ファースト岡本、で、5番レフトモンテス、7番、じゃあ6番、セカンド中山、で、7番キャッチャー岸田、8番、ショート門脇で9番ピッチャークリフィン、これがいいんじゃないかなって、もうこれベストちゃうかなって明日のオーダーで言うとね、うん、僕思うんですね。でモンテスも1戦目内容良くなかったじゃないですか、 4-0 かなんかで、4打数0安打かなんかで内容悪かったでしょ。でもまあそこを見てると、なんかその K 投手のスライダーにくるくる回ってたんで、左の K 投手のスライダーにくるくる回ってた感じがあったんで、明日吉野投手でしょ、右でしょってなってくるとまた話変わってくるんで、うん、で、球がめちゃくちゃ速いかって、K 投手ぐらい速いかって言われてると、ちょっと落ちるじゃないですか、球に関してもね。ってなると、モンテス選手も打つ確率あるなっていうふうに僕思うんで、そういったところで、ちょっと一種の賭けではありますけど、もう5番にモンテス置いて、6番に中山選手っていうところで、ちょっと気楽な、まあ気楽、まあ3番よりは気楽ですよね、6番の方がね。っていうところで、そういう打順を組んでった方がいいんじゃないかなってマジで思ってるし、僕ほんまこれマジで考えたんですよ。さっきの采配のこともそうやし、打順のこともそうですけど、もう思い切ってほんまに3番坂本にしようやって。うん。5番に、多分岡本選手の後ろに、まあ強いバッターというかね、うん、いいバッターを置いてっていうところを、まあ安倍監督が考えてらっしゃったと思うんですけど、もうそれよりも、うん、もう先に岡本選手の前にランナーを溜めてもらって、で、岡本選手も一人で受け負ってもらうぐらいの方がいいんちゃうかなって。うん。変にこうね、5番にいいバッター置いてっていうところをやるよりも、やってチャンスが作れないよりも、もう先に上に作って、上位で作って、で、岡本選手、はい、どうぞって、もう打ってくださいと。数の打ってくださいって、あなたが打てないと負けますっていうぐらいの状況を持ってた方がいいんじゃないかなって。うん、思います。で、5番に、まあ、多少ね、ちょっと、弱い打者を置いてても、うん、たまにポコンって打ってくれたらいいじゃないですか。うん。だから、もう、岡本選手がもう結局打たないと、シーズンでも勝ててないわけなんで、もう、岡本選手の前に、もう、ランナーを貯める。岡本選手の前に、チャンスを作る。もう、これを、もう、徹底して、やるべきなんじゃないかなと思うんで、僕はこの打順組みました。はい、皆さん、どう思いますか？本当に、まあ、合ってる間違ってるはね、正直、ないと思いますけども、まあ、いろんな考えあると思うんで、ぜひね、コメント欄とかで、教えてください。打順、こういう風な打順の方が点取れんちゃうかとか、いう風に教えてください。僕は、まあ、1戦目、2戦目、見てまして、まあ、こういう打順を組んだ方がいいんじゃないかっていうような提案をしましたけども、いろんなね、考えであったりとか、ひらめきなんかもあると思うんで、ぜひね、コメント欄でシェアしてください。はい、そんな感じで今日終わってきます。いつもありがとうございます。これはどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日はお疲れ様です。じゃあね、バイバイ。